チーン。ああ、なんか視線を感じんな。あ、目が合いました。もしこれってもしかして両思いもし？なんだあいつ、モンスターか？おい、そこの変なの、それで隠れてるつもりか？もし、声かけられたもし、これはもう結婚するしかないもし。お、モンスターが喋った。はじめましてもし、あたいレールヤードに住むもやしのもやぴーというものもし、ふつつかものですが、よろしくお願いしますもし。もやし？モンスターじゃねえのか？違うもし、モンスターじゃないもし、あたいはただのもやしだもし。はあ？あたい、アル様に一目惚れしましたもし。アル様？一目惚れ？だからあたい、アル様のお役に立ちたくてついてきたんですもし。アル様、このダンジョンは初めてもし？あたいがいろいろ手取り足取り教えてあげますもし。マジかよ、怪しすぎんだろ。でもダンジョンの情報が欲しいのは確かだしな。わかった、手を貸してくれ。俺は古代遺産の場所が知りてえんだ。遺産の場所なんて知りませんもし。ああ待ってくださいもし、遺産の場所は知りませんもしが、ダンジョンの進み方は知ってますもし。ここにはたくさん仕掛けがありますもし、連れて行って損はないですもし。お願いしますもし、ハル様のおそばに置いてくださいもし。わかったよ、うるせえな。ありがとうございますもし。やったもし、ハル様とお近づきになれたもし。頑張ってお役に立ちますもし。あ、看板がありますもし。看板にはお役立ち情報がいっぱいなんですもし。このボタンを軽く押してくださいもし。やった。わあ、明るくなりましたもし。これが消費アイテムランプの効果ですもし。この効果は一定時間続きますもし。今のうちにガンガン進んじゃいましょうもし。そうそう、言い忘れてましたもし、このボタンは軽く押すとアイテムを使えますもしが、このボタンを長押しするとアイテムを使わずに向いている方向に投げることもできるんですもし。投げるとどうなるんだ？アイテムによっていろいろもし、投げた方がいいアイテムもありますもし。いろいろ試して覚えるしかねえのか。の鍵ですもし。これは金の鍵だから、金の扉を開けられるってわけか。使い方は覚えてるもし。このボタンを軽く押しゃいいんだろ。
ないもし。鍵は対応した扉を攻撃するだけでも使えるんですもし。なんだあれ。あれは出口ですもし。あそこに乗ればこのフロアはクリアになりますもし。そうしたら一度レールヤードに戻れて次のフロアへの道が開けるんですもし。変な言うかな。本当に大丈夫なんだろうな。ここまであたいが嘘ついたことありますもし。確かに俺は疑ってばかりいたが、こいつはちゃんと案内してくれた。油断はできねえけど、もやしの化け物だからって全く信じねえのも。あの出口に入れば次のフロアに行けるんだな。そうですもし。このフロアの探索が済んだなら出口に入るといいもし。ここはもういい、行こう。マリを助ける遺産は見つからなかった。だがまだ先がある。どこまでも潜ってやるぜ。